こんにちは、ハーモニカの山口牧です。今日は副音ハーモニカのマイナーハーモニカについてお話ししたいと思います。副音ハーモニカには、 いわゆるドレミファソラシドが吹ける一般的なメジャーハーモニカと、あとマイナースケール、マイナーの音階が吹けるマイナーハーモニカがあります。えー、調子のアルファベットの横にはこれね、小文字の M が入ってるやつですね。A マイナーとか G マイナーとかね。そのマイナーハーモニカがどのような音階の配列になっているのか、そして演奏するとどんな感じになるのかっていうのを今日は知ってもらえたらと思います。えー、マイナーハーモニカの前にですね、メジャーハーモニカの音配列について見ておきましょう。 これがメジャーハーモニカの音配列です。副音ハーモニカの世界では移動度の考え方をします。移動度というのはキーの一番大事な音、主音を度として捉える方法ですね。C 以外の A とか G のようなキーでも主音を度として捉えます。楽譜なんかも基本的には移動度で書かれています。そしてドレミを表記するときにこの配列図のように数字を使うんですね。数字は音階に番号を振ったものだと思ってください。 ドが1、レが2、ミが3、ファが4、ソが5、ラが6、シが7、そしてまたドが1、という風うになります。高音部は上に点がつきます。こんな感じですね。で、一番高い度はさらにもう一個点がつきます。そして低音部は下に点がつきます。こんな感じですね。 メジャーハーモニカは、吹く方が、ド、ミソ、ド、ミソ、ド、ミソという風に、ド、ミソが並んでいます。で、数方はレ、レファラシ、レファラシ、レファラという風にレ、レファラシが並んでる。そういう配列になっています。複音ハーモニカは、音を重ねても音が綺麗に混ざり合うので、音を重ねて演奏する奏法がとてもよく使われます。三欠奏法とか、ベース奏法、分散和音奏法などですね。 これらの奏法については他に動画を上げていますので、もし興味あればご覧ください。で、メジャーハーモニカでメジャーのキーの曲を演奏するときはいいんですけど、マイナーのキーの曲を演奏するときにはですね、メジャーハーモニカだと配列の都合上、マイナーのキーに合った和音が出せなかったり、あと合わない和音が入ってしまうことが多いんですね。例えば、マイナーのキーの曲では、手話音とて言って一番大事な和音が、ラドミという和音になるんですけど、 ラとドとミっていうのは同時に吹けませんよね。ラが吸う音でドとミ吹く音ですからね。だから曲の最後とかにですね、ラドミの和音でバーンと終わりたい時なんかにですね、その和音が吹けないわけです。そこでマイナーキーの曲を吹く時に、マイナーの曲に合った和音を出しやすくするために作られたのがマイナーハーモニカです。じゃあ、マイナーハーモニカがどんな配列になってるか見てみたいと思います。この下の方がマイナーハーモニカの配列ですね。 メジャーハーモニカでは、ドレミファソラシドという音の配列だったのが、マイナーハーモニカでは、ラシドレミファソシャープラという音の配列になっています。これはいくつかあるマイナースケールの中でも、ハーモニックマイナースケールと呼ばれているものです。マイナーハーモニカではこのスケールが使用されているんですね。ちなみに、このソのシャープがシャープのない普通のソだった場合は、 ナチュラルマイナースケールという音階になります。先ほど副音ハーモニカでは移動度の考え方をするってお話をしたんですけど、マイナーキーで移動度の考え方を使う場合は、主音をメジャーの時と同じようにドとする考え方とラとする考え方と二通りあるんですね。で、副音ハーモニカの世界ではマイナーの場合はラを主音として考えます。この配列にすることによってマイナーのキーによく合う2種類の和音が出せるようになります。 一つ目は先ほど言ったマイナーキーの手話音であるラドミが同時にね出せるようになっています。ちょっと吹いてみますね。で、もう一つはこのソがソのシャープになったことでとっても特徴的な和音が出せるようになっているんですね。これも音出してみますね。 何かサスペンスもののドラマとかでね使われそうな和音ですよねこれは和音の種類で言うとディミニッシュという和音なんですがディミニッシュは曲の中で手話音に向かう進行の中でとてもよく使われるんですねこれがマイナーの曲によく合うんですよね言葉だけだと伝わりにくいと思いますので実際に演奏を聴いてもらいたいと思います それではですね C のメジャーハーモニカとあと Am のマイナーハーモニカを使って同じ曲をですね演奏したらどういう違いがあるか聞いてもらいたいと思いますでは赤い靴を演奏してみますね 今度は、工場の月を C のメジャーハーモニカと Am のマイナーハーモニカで演奏してみたいと思います。 どうでしょうかこんな感じでね、えー、ベース奏法とかを入れながらね、えー、マイナーの曲を演奏するときは、やはり A マイナーの方がしっくりきますよね。あとですね、マイナーハーモニカを使うとですね、えー、ラの音が吹く音に変わるんですよね。 でマイナーのキーののキ曲っていうのは、ラの音をすごく長く伸ばしたりとかそういうことが多いんですけど、えー、マイナーハーモニカの場合はラの音が数音でなくて吹く音に変わりますので、えー、数音がね苦手な方なんかにも、えー、非常に吹きやすくなると思います。はい、という感じでですねマイナーハーモニカはマイナーキーの曲を演奏する時にはですねとっても雰囲気が出て、えー、すごく楽しいハーモニカですので皆さんも是非チャレンジしてみてください。 ではまた。